手術終わりました。このレディーの文字が光ったので、ここの中にも一個入ってるんですよね。あのこれがね、セローさんの方でね、方が美味しい声です。来ました、こちらですね。さあ今回の動画はですね、フェローエデンショートンカフェジー、こちらの会社インピエンお伝えしていきたいと思います。いやー、フェローさんまた新作が出ました。こちらのカフェジーは台湾のファースイユエ、スイユエ全数開前ね、但是呢这个现在在泽泽有超早鸟哦，所以呢如果有兴趣这个机器的人，麻烦你在泽泽先预购，然后十一月会收到，是这样的。今回ね、大好きなフェロー台湾さんからご依頼いただいて、このエデン解散してくれないかと。で、いやちょっと待てよと。いやグッドマンはガオピンズーのショーツンカフェが売りだろうと。そして伊藤もいつもねこのインピエンで。ショーツンカフェの造反を皆さんにしつこく語ってる身で、いやいやいや、コーヒーメーカーだろうと、たかだか自動のコーヒーメーカーだろうと、いやさすがに伊藤はそれはできないよと思ってですね、この機会を使わせてもらったんですけど、まあ簡単でめちゃくちゃ美味しいコーヒーできる。もうびっくりしました。いやね、さすが名工のフェローさんだなって。もうね、めんどくさがり屋の皆さん、お待たせしましたって感じです。もう、ショーツンカフェ伊藤の動画見ても、いやいやいや、へん、まあファンでしょ。っていう、思ってる方もね、少なからずいらっしゃると思うんですよね。そんなコーヒーに対してめんどくさいよと思ってる方、もうこの子にお任せください。バッチリとあなたに代わって、抜群に美味しいコーヒーを、しかもですよ、さらに言っていいですか？今回この子、なんとですね、10杯分まで入れられるんですよ。 PID コントローラーって、まあ、後ほど説明しますけど、 PID コントローラー、あの EKG のね電子ケトルもそうなんですけど、温度をきちっと一定に保ってくれるので、本当に美味しいコーヒーを10人分までさらっと入れてくれる、これをね皆さんにがっちりとお伝えしていきたいと思います。今回の流れとしては、まずねこちらを実際に開けて解散をして、まあ、スペックやらをお伝えさせていただいて、で実際ねやはりねこういうコーヒーメーカーって操作難しいんでしょうと思ってる方も多いと思うんですよね。ちょっとマーファンなんじゃないって。でめちゃくちゃ簡単なんですよ。なのでまあその性能のご紹介とか、あとは使い方、そしてやはり一番重要なのは、まあ、レシピですよね。でこの子レシピ、伊藤が決めたレシピをきちっとねこう中に覚えて記録してくれて、そのまま簡単にボタン一つで押してくれるという機能があるので、そのレシピを実際に皆さんにお伝えして、もうねこの11月この機会が届いたら、もうこの動画を参考にして、もういいもいいやん、もう簡単に真似してもらえれば、もう速攻で簡単に美味しいコーヒーが飲めるという動画にしていきたいと思うので、ぜひね最後までチェックして、気になる方は在ずーずーちん看一下哦。OK， 那我们就开始吧。はい、では早速開けていきましょう。まずね、これ重さなんですけど、まあ 4.3 公斤なんで、まあ、そんなに重くないかなと、すごい持ち運びやすい重さですね、コーヒーメーカーにしてはですね。はい、じゃあこれね、左右にフェローさん、こう嬉しい、これでは開かないので、左右にね、こういう扉をつけてくれてるので。これをまず外して、はい、こっちもですね、外して、はい、で、ここからオープンと、はい、いきます。はい、じゃん、出ました、フェローさんの、もう、ついてあったトゥース、ついてあったじゃないな、でもね、フェローさんのトゥース、このマットの黒、いやー、しびれますね、最高じゃないですか。EKG プロと、同じマットの黒ですね。はい、じゃあこれ取って、まずこちらは、説明書等が入ってますね。あとこのペーパーフィルターが一種類こちら入ってます、説明書ですね、はい、で下にねこの電源の支援がくるまってるので、うまくねこのようにまず、はい、取っ
取っていきます。すごい綺麗に収納できる、はい、このようにですね、はい、で、立てていきますと、これ後ろかこうですね、はい、いいっすね。いやマットの黒かっこいい、皆さんお好きですか。いやとってもいい、はい、こちらがまあシャーフになってて、まあね、あの武将岩ステンレスなんでとっても、ね、保温性も高く、いや最高ですよこれ。これがこう1円3杯 cc ぐらいまで入る大容量のシャーフですね。で中にこちら今回、リューペイが入ってますね。でここの中にも1個入ってるんですよね。で今回ねこのエデン、今回2個の、リューペイをこのようにつけてくれてます。で1個がこちら T シンですね。こちら大概その1ペイダオ3ペイ左右のリューペイ、こちら T シンですね。でこちらが大概その3ペイダオ数ペイの、ダンガオリューペイ、伊藤も大好きなこのね大容量のダンガオリューペイリューズ、これにしてくれたっていうのもね、この伊藤が刺さった一つのポイントかなと。でこのように2つにセットになっているので、まあダンペイか、まあ、ダーベイかで使い分けるというふうになっております。まずディエンヤーが、まあ、120V、ゴンリーが、1インチパイワーですね、ワットで、重量が 4.3 ゴンチン、はい、で、大きさなんですけども縦横一緒ですね、まあ、正方形の形をしてて、だいたい23センチで高さが、まあ、30センチほどの大きさですね。まずはですねこれ簡単に上にこう取り外してできるので、でここにちょっと見えますかね、黒なんで見えにくいんですけれども、ここに、ソンイーパイウーから、ダオマックスで1円ウーパイ、これ10杯の量ですね。ここ全部ね1杯から10杯までこれねあのメモリ記載してくれてるので、いやめちゃくちゃ優しいですよね、超絶入れやすい。これを参考にして水を入れてってくださいと。じゃあ今からですねこのどんな機能があるのか、いや本当にシンプルなんですよ、シンプルなんです。なので、簡単に、操作方法を、説明していきたいと思います。はい、では行きましょう。じゃあ実際にね電源をつけた、これ延長コードはあまりおすすめしないかな。ちょっとね1700ワットあるので、まあ、直接ね、電源に挿した方が、まあ、一応安全かなと思いますので、ぜひ参考ください。今回フェロー台湾さんからこれ送っていただいたのがデモ機なんですよね。あの本商品は11月に届くので、ちょっとねデモ機なのでまだねあの更新の方ができてなくて、いろいろちょっとバグが起こっているところがあるんですけれども、例えばこの時計の表示とかがこう変更できないとかね、まあ、その辺のちっちゃいところなんですけれども、まあ、この辺は本商品になれば、きちっとね更新をしてバージョンアップをしてフェローさんは出してくれるので、ちょっと今回ね更新できてないところがあるので、そこはちょっとご了承いただきたいと思います。で電源を入れるとこのようにまず時計が光ってですね、こちらですね、ここでいろいろと操作をしていくと、このようにですね、ですごいスムーズ、もう EKG もそうだけどフェローさんのこのダイヤルがね超絶気持ちいい、最高ですね。で、まあ、選んで、まあ、エンターは押すみたいなイメージですね。このように選んで押すっていう感じですね、まあ、このような使用方法で機能を今からお伝えしていきたいと思います。まずはですねこれダイヤル回してもらって、はい、来ました。これが一応トップページですね。でまずまあこの一応スリープ、まあ、睡眠って書いてあるけどスリープでまあ戻っていきますと、でダイヤルひねってもらえばこの画面トップページに来るので、これトップページですね。リーチチョンジュー、はいよインダオチョンジュー、然后身材、然后拍前、还有最后設定、これが一応、トップページになりますと。でまずね、設定から行ってください。でここ押していきます、はい、でそうするとこちらで設定でいろいろな、バージョンを変えることができますと。で遊園もそうですね、ここで遊園、これね遊園めちゃくちゃあって、なんと日本語もあるというね、いやもうあるんだと思って、いやハンウェンとかいろいろね、ジェンティジョンウェンもあってファンティのジョンウェンもあると。で、まあ我々台湾はまあファンティなんで、今日はファンティジョンウェンで頑張ってみようかなと。伊藤
で日本語をやってみたんですけど、なんか若干まだね日本語訳がちょっとおかしいところがあるんで、まあ、この辺はフェローさんなんでどんどんね更新して、さらに、性能が翻訳が良くなってくると思います。で一応まあ例えばこれ、変えたいとき、まあ、一応じゃあ日本語にしてみましょう。日本語をしてで、ここですね、1回ここ一応メンテナンスの項目行ってここ一回押してもらうと、はい、センサー押してもらって、はい、でこれで、日本語になったと、はい、このように、UUN を変えていきます。今日は、我々ファンティ・ジョンウェンでいきたいと思います。で次、設定で、まあ、時計はここで変えてもらうと、はい、でこれはね本商品が届いた時点でもしっかりと、きちっと、時間変更とかできると思うので、まずこのリーチ・チョンジュは、まあ、すぐに入れたい人、まあ、設定もせずにそのまま抽出したい人、まあ、あんまり使わないかな、どうだろうな。で糸を使うのはこのインダオ・チョンジュなんですよね、ほぼほぼ使うのが。でこれは、設定をしてからそれを選んですぐに抽出してくれるという項目なので後ほど説明をしていきますと。でこの新菜は設定をする画面ですよね。でこのパイゼン こちらはこう設定をしておけばもう例えば朝とかもう寝る前に、時間を設定しておけばもう自動で、抽出をしてくれてるという機能ですね。いや素晴らしいですね。この辺も使っておくとね忙しい朝とか超絶便利かなと。で、まあ、設定先ほど説明しました。今回ねこれ何度も使わせてもらってやっぱりね1杯から3杯はもうお願いします、ショーツオンでいきましょう。伊藤からのお願い、1杯から3杯はショーツオンでいきましょう。伊藤も絶対にショーツオンがおすすめだけど、そのね3倍以降からはもうショーツオンはねもう量が多いからできないし、もう超絶めんどくさくなってくるんで、もうね3倍以降はもうぜひこれ使ってください。特にね10杯とかめちゃくちゃ多量く抽出できるんで、もうね台湾とか特にたくさんの家族の方でね住んでる方、ナイナイチェチェとかババママいっぱいね6人とか8人で住まれ一緒にね住まれてる方も多いので、日本はねなかなかそういうね大人数で住むっていうのは稀なんですけれども、台湾はね特にいっぱいのねご家族で住んでる方多いので、もうそういう時とかあとはもう晩ごん数とか、今回はちょっとね10杯用のレシピでちょっとこちら登録を皆さんに見ていただきたいと思います。まあ1杯から3杯用がまあこちらの T-CIN、まあ、こちらのね T-CIN のリュウペイなんで、まあこれもねこの簡単に後で登録もできるので、ぜひねこの登録の仕方を、今から説明をしていきますと。でまず、登録はこの新菜なんですよね、新菜ここはい。でこれねあらかじめもうフェローさんがチェンペイ、ジョンペイ、センペイ、あとコールドブリューもできちゃうので、この辺をねあらかじめもう登録をしてくれてるので、まあ本当にもうそもそも登録するのもめんどくさいやと思う方はもうフェローさんおすすめのきちっとした Q グレーダーの方が決めてるレシピなのでね、とっても信頼性のあるレシピなんで、もうこれを元に選んでもらえればと思います。でもねちょっとやっぱりねこの動画見てくれてる方は伊藤のレシピをそのまま真似てね抽出してもらいたいという伊藤の願いがあるのでね、今からちょっと作っていきたいと思います。はい、ではですね、作り方、新規の作り方ですね。この新チェーン、まずここですね、ここ押してもらってまず名称を決めていきます。これ名称はこれ本当に何でもいいと思うんで、まあ伊藤はじゃあグッドマンの、はい、まずこれデルで押していってもらいます。で名前じゃあグッドマンにしましょうか。まあ、グッドマンのまあじゃあ10杯用レシピなんで、まあじゃあグッドマンの10とでもしましょうかね、グッドマン10、はい、で最後セーブですね。はい、これで名前決まりましたと。
で、これ温度まず飛ばして、で比率、これね伊藤試したんですけど、比率ね1対17がいいですね、10杯を。はい、なので1対17で設定しますと。でこれコールドブリューは、点をつけないでもらって、で次ですね、ここね、なんとこれね、面前とかこのフェンドアンの中枢へ決められるんですよね。まあこれがね、フェローさんのコーヒーメーカーが美味しいコーヒーが入れられる最大の理由かなと。こんなところまで設定できると。で面前、まずですね、比率がまあ1投目、なので、まあ大体まあ1投目かける、まあ伊藤おすすめ3.5×3.5 なんで、まあ一応まあ1対3ぐらいにしましょう、1投目の量ですね。で次、面前の期間、これねショートンは25秒ですけど、おすすめ、このコーヒーメーカーは30秒で面前の時間にしましょう。で、1投目の温度は、同じ94度でいきます。はい、で戻ってもらって、次ですね、でまあここでね、まあ1杯から3杯用と、まあ、大きい量のフェンドアンを両方設定できるんですよね、ここで。まあ、なので今先ほど10杯の量のレシピって言いましたけど、ここでもう設定してもらえれば、ただそのダンフェンのレシピは1対17じゃなくて1対18にしたいんで、まあダンフェンのレシピはまあここで1対18で、まあまた新次元を登録してもらえればいいのかなと。今回は10杯のレシピなので、この大きい量のフェンドアンを抽出していきますと。でこれフェンドアンの数、10回のフェンドアンまで設定できますと。いやすごいですよね。で今回ね、大きい量、今回3回に分けて抽出をしていきます。はい、でこの間隔ですね、この間隔も、1分まで、開けられてます。まあ投入をしてから次の投入までの時間ですね、これも設定できます。でこれを40秒に、ごめんなさい、40秒に設定をしてくださいと。はい、今回のこのコーヒーメーカーのこの PID コントロール、だいたいね3秒ぐらいで99度付近まで到達してくれるみたいなんですよ。でそこから1度単位で温度を安定して保持してくれるみたいなんですよね。そして設定した温度を超えないように、もしくは下回らないように熱の供給を調整して、いつもね一定のお湯を維持してくれるというのがこの PID コントロールという最大の魅力なんですよね。本当に美味しいコーヒーができる条件が全て揃ってると。でですよ、さらに言うとこれね、フェンドアンの温度も変えることできるんですよ。例えば1投目96度にして、2投目を90度にして、3投目を85度にするとか、まさにこの PID 機能が実現させてくれてるこの素晴らしき性能なんで、ぜひねこれもね皆さんやりながら、何回も抽出しながらいろいろ試してもらえるといいかなと。でまあ伊藤の基本的なレシピが同じ、1投目94度、はい、でお湯をどんどん下げていくイメージですよね。で次、92度、はい、で3投目最後の方はあまり熱くないお湯で雑味を抽出を防ぐということで、まあ、90度にして、これで設定していきましょう。自分のね温度帯なんかを見つけてもらえるとさらにね楽しくなるのかなと思います。はい、で戻って、はい、で戻ると、はい、で最後保存ですよね。はい、でそうすると、はい、見てください、ここグッドマン10来ました。はい、これで設定が完了です。じゃあ次、戻ってもらって実際に抽出をしていきましょう。ここですね、インダオチョンジュ押してもらって、はい、でここ選んでも全然 OK です。フェローさんがもともと設定してくれてた画面ですね。で、今回は伊藤のレシピなんで、ここグッドマンの10を選んで、では開始をしていきましょう。でこれ10杯のレシピなんで、まあ、大体4杯ぐらいからこのレシピいけますね。4杯ぐらいから、断片はまた追って説明しますので、まあ、とりあえず断片入れたい方は EB スーパーで設定をしてもらって、まあ、94度から、大体ウートアンのフェントアン、ウートアンフェントアンで
これで設定をしてもらえると、まあ、1杯から3杯ぐらいなら単品でいけるかなと。もうめんどくさい方はね、もうショートもめんどくさい方はもうこれでやっちゃってください。もう本当にめんどくさい方はぜひ、これでも単品入れられるので今の方法でやってみてください。で今日は 4杯から10杯まではこのレシピでいけるので、ぜひ今日はね10杯を入れていきたいと思います。では10を選んで、はい、ここに書いてある通りこの青い竜ペイを入れてくれているんで、これ今回ね青の竜ペイをまず開けてこの向きで入れていきますと、このようにですね、はい、でここ見てください、ここに表示してくれてます、青い方と緑の竜ペイの方なので、まあ断ペイの時は緑で、青い方をダーリャンの時はこっちに向けて、はい、このように押してくださいと。で今からペーパーフィルターセットしていきますと。でここに、はい、グラム数出してくれてます。いやめちゃくちゃ多い、 82.5g 使うんかい、すごいな1回で。ここに表示してくれてるんで、まず 82.5g の豆を用意してグラインドして準備していきます。これ1ウーパーからちょっと上の方まで水を入れてください。はい、で水入れて横、はい、セットしますと、ここ 82.5g セットしましたと。で、蓋を閉じます、はい、で、忘れずにこのシャーフをセットしていきますと、最後ここまたアンをして、はい、でこれ見てください、はい、チョンジュ開始です。カウントダウン始めてくれてます。9分36、35、はい、これ今 PID がもう速攻で高温にしてくれてですね、抽出を開始してくれると。でこれで、10分ほど待ってもらって10杯分のコーヒーが完成をしていきますと。では抽出終わりました。このレディの文字が光った時に抽出が終わりですね。いや10杯の量、まあ、大体8分ぐらいかな、さっき表示10分になってましたけど大体8分ぐらいで、このレディがついたんで抽出終わりましたと。で抽出終わったらまずですねこのリュウペイから取っていきましょう。でこれ先取らないとこの下先にシャーフ取ってしまうとこの水滴が垂れてくるので先にこのリュウペイを取っていきましょう。でこれまた村民なのがこのように取ってもね垂れないんですよ。ここストッパーかかってて、ここストッパーかけてくれてて、あの村民リュウペイと同じ方式ですよね。ストッパーかけてくれてるのでこのままだと水滴落ちてこないのでとっても便利です。なのでこのままカフェフェンとリュウツをドテアしていきましょう。はい、で次に、シャーフを取るとこの水滴全く落ちてこないのでとってもいいのかなと。いやめちゃくちゃ量多い。じゃあこれ最後ね、飲んでいってシェアをしていきたいと思います。はい、では最後締めていきたいと思うんですけれども、これね本当に重い、10杯の量半端ない量ですよこれ。ちょっと後でどのぐらい、これちょっと見えないですよね中ね黒だから、すごい量です。ちょっとね10杯分入れたコーヒー、これ若干10杯だとこぼれんだよな、これだけだな。ちょっとチュエディエンはこれね10杯入れるとちょっとこぼれやすいのでぜひお気をつけください。チュエディエンはこのぐらいだと思います。はい、じゃあいただきます。今回うちのケニアの、ウォッシュドプロセス入れました。あうまっ、いや最高うまい。これ本当にねこれショーツンとほぼほぼ同じ味ですよ。っていうか逆に参っちゃうな、ちょっともう少し糸を頑張んないとな、ショーツン、もう少しショーツンのトゥースを出さないとこういう素晴らしい機会にね負けてきちゃダメなのでね。いやとってもたまらなく甘みたっぷりで酸味の質も抑えられて10杯ですよ。10杯用の量でもめちゃくちゃショーツンの1杯とほぼほぼ変わらない仕上がりになってると思います。いやちょっと悔しいな本当に。いやこれたくさん飲む方たまんないな、これどうしよう。
いやこれめちゃくちゃたくさん、これいや例えばこれ透明の容器とかに入れますけど、どのぐらい、ものすごい量ですよ。あーこれこぼれやすいな、めちゃくちゃこぼれやすい。おー分かります、この量1回で抽出してくれるんですよ。ショーツンと同じような美味しさのこのぐらいの量を抽出してしまうと、いやー参っちゃうな本当に。いやー最高。しかもねこのシャーフ、あの前回測ったんですけども、落ちたてがだいたい86度ぐらいだったんですよね。で、30分待ってみてさらに温度を測ってみたら10度ぐらいしか下がらなかったです。75度ぐらい、30分置いても75度ぐらいなので、75度でもすごいめちゃくちゃ熱い状態で飲めちゃうので、まあ2時間ぐらい放置しても全然まだまだあったかい状態で飲めると思うので、この辺なんかもねとってもあのダーリャンを飲む方はね時間もかけて飲まれる方も多いと思うので、とってもいいのかなというふうに思います。でこれねコールドブリューはまだこれねデモ機なので1時間から24時間で設定できるのかな、コールドブリューで。これちょっとデモ機だったんでまだわかんないんですけれども、まあ多分、高温抽出で、まあ、1時間、まあ、ないしは高温抽出で24時間かけて抽出するのかな。ちょっとね、本機が、11月届いてからさらにね、コールドブリューの作り方なんかも皆さんにねシェアして、でもそのぐらいの時な、もう台北も多分だいぶ涼しくなってきてますよね。いやでも11月台北大丈夫か、日本だったらちょっと寒すぎて無理ですけど台北だったら大丈夫か。じゃあ11月、本機が届いた時点でコールドブリューのこれね設定の、コールドブリューできるのもめちゃくちゃ、これトゥースの一つなんで、コールドブリューの、レシピとか作り方をねこの器具で、紹介していきたいなと思っております。今ねこのズーツーで、チャオザオニョでしょ、で、チーズパーとかなんかすごい割引してて、うちのねグッドマンでは販売はしないので、ぜひねあの気になる方はこのねズーズー先に見てもらって先に購入をしてね、11月ね皆さんと一緒にまたいろいろなレシピやコールドブリューなんかもね動画にできたらなと思っております。 OK なちょっとねピエスジェシュレルゴシファンズクインペンマファニアンザンラホーフェンシャケポヨメチジチタイジェシャレリピエシェシェダシェラショーカノシェシェニバイバイシャツジェノバイバイ。